さあ、蓮見選手、序盤の調子が維持できているのか。ちょっと今、ちょっと、もう少しね、蓮見選手、大事に投げたかったですよね。やっぱコークのミドルのね、良し悪しっていうのはかなり勝敗に影響されるのがベストオブ5のゲームなので、森久保選手が先行のベスト8、ベストオブ5レッグ、ゲームスタート。現地対戦見たかったんですけど、フォルクス選手が92で立浪選手を下して、ベスト4進出ですね。92ですよね、これね。すごいですね。絶好調じゃないですか、フォルクス選手。さあ、100取ってきました。で、スティールダーツになるとやっぱりこうリズムが速くなってきますよね、皆さん。やっぱ多少その PDC を意識しつつあるんでしょうね。馬場選手もこう間を取ったりしてたんですけど、 PDC の時はね、そういうことも全然やらなくてスムーズにポンポン投げてましたよね。そして19にスイッチしたんですね。151残り。もう一本。ああ、19いきました。17に決めてきた。51決めて残2アレンジ。森久保選手、ワンチャンスきました。3本目。いやー、リズム変えずにかっこいいですね。リズム変えずにかっこよく104を上がってきました。いやー、本当に小気味いいリズムで森久保選手がパンパン投げてきます。
蓮見選手もね、以前に比べるとこう早くなった感じしますけどね。徐々にこう上げていく感じで狙ってるんですかね。森久保選手はほぼスクエアでまっすぐに刺さる感じ。181残り。トリップからこれも決める。そして15トリプルまで決めてきた。165を取って、16残り。少し遅れてきてる。さあ8ダブル打ち、そして2ダブル、3本目。18キープで蓮見選手が徐々に盛り返してきました。森久保選手先行のゲームサーブ。60からまず。しっかりと100取ってきます。ここでロースコアですね。森久保選手少し前のレッグからロースコアが出だしました。100返す。トリプル捉える。ナンフォティ、スイッチして82点取ってきましたが、上がり目出せずで森久保選手ここ大きく削りたい局面。トリプル捉えて5-4。もう1ポイントでしたね。さあブルからドドンと来て10アレンジまでですね。すいませんね、少しボードの方がちょっと調整必要やね、これね。もう一本、もう一本捉えて16残り。アレンジからの決めてきた。森久保選手がキープ。蓮見選手先行のゲーム。
さあ、ここも140取ってきました。221残り。おお、ここも140。いや、森久保選手止まんない感じですね。さあ、ブル19ってとこですけど、あ、ここは14号から来ましたね。アレンジまで。あっと、これは投げミスですね。5をしっかり捉えてアレンジしたかったですね。121で迫ってきます。さあ、1をチョイス、4ダブル。あっと、大きく内に入れてしまい、蓮見選手ワンチャンスきました。さあ、ブル17ってとこですが、どう攻めるのか。17から、そして20トリプル捉えて5ダブル、ナイストライ。トライまで2ダブル。2投目、森久保選手ベスト4進出。